9階で倒れた仲間を救うため、日々狩猟に明け暮れた、サブパーティーメンバー、途中さらに仲間を失ったりもしたが、ついに、救出のめどが立ちました。そうです。ついに、カルが、テレポーテーションを、習得しました。この呪文さえあれば、9階までひとっ飛び、さらに仲間を回収して、安全に戻ってくることができるのです。さあ、それでは、救出作戦の開始です。あれ？そういえば、みんなはどこで力尽きているんだっけ？ここから進んでいって。そうだ、ここでヤムチャだけが逃げ延びて、出口まで向かったんだ。その後、ヤムチャはどこで力尽きたんだっけ？ダメだ、思い出せない。前回の動画を見直してみよう。ここの部屋だな。問題は、この部屋にいるモンスターを倒さなければ、みんなを助けることはできない。また恐ろしいデーモンに襲われて、全滅するわけにはいかないのだ。くそー、やはり死体は部屋の中か。なんとかなりそうな敵だな。よし、あとは蘇生して、みんなで帰るんだ。待たせてしまったな。でもこれでダンジョンの外に帰れるんだ。うわぁ、懐かしい。またみんなと会えるなんて、これでまた、みんなと探索できるんだね。
クリフト海戦、救出にやってきました。さあ、みんなを蘇生して帰還しましょう。勇者様が灰に。ライアンも灰に。ブライ、とりあえず、テレポーテーションで帰還しよう。灰になった人たちは教会で蘇生だ。やったぞー。我々は、またこの町に帰ってこれたんだー。さあ、灰になってしまった彼らも、蘇生してやらねば。勇者帰らず。ライアン、君は無事戻ってきてくれたか。今まで、パーティーを引っ張ってきてくれた、勇者様が帰らぬ人に。またしても、悲しい別れを経験した冒険者たち。だが、いつまでも悲しんではいられない、力をつけたサブパーティーメンバーを、主力に交えて、球界の探索に向かわなければならないのだ。新たな冒険を始めるため、まずは新パーティーの選抜を行わなくては。あ、その前に、球界に残してきた、サブパーティーのメンバーを、帰還させなければ。サブパーティーのみんな、お疲れ様でした。それでは、新パーティーの選抜に入ります。
決まりました。新パーティーの構成は、前衛に、侍盗賊、後衛に、僧侶魔法使い。この構成で一度テスト探索してみましょう。まずは、8階で様子を見てみましょう。プリズミックミサイル、名前がかっこいいな。さらに強力な予測できないダメージを与える。プリズミックミサイル行ってみようかな。石化に、驚かせる、こういう感じのやつか。
虹のきらめきって、何？うわぁ、プリズミックミサイルみたいなやつじゃーん。マリポーサ、のんきに寝てる場合か、頼みの綱のブライが、死んでるじゃんか。まともに動けるのは、毒状態の、ポップだけか、ポップ一人で帰れるのか？ポップー。あれ？まだ動ける。マリポーサが寝ながら歩いているのか？待てよ。このフロア、一気に街へ戻れる、ワープ部屋があったはず。新パーティー結成早々に、全滅のピンチに、なんとか帰還できたが、敵は本能寺にあり、
マリポーサ頼むよ。全滅しかけましたよ。何はともあれ、今回、ようやく9階へ救出に向かいました。次回からは、新パーティーで探索を再開いたします。